こんばんは。セジレーナの配信が始まりました。手通知が来た。こんばんは。目にちょっと邪魔。熱っ。寒と思ってエアコンつけといたらめっちゃ暑いこの部屋って感じになっちゃった。もわっとしていて、DMM 今日は4月19日に誕生日を迎えたセジレーナさんの生誕祭、当日の生誕祭を一緒に見る会です。だるまありがとね。始まった瞬間にブワーってありがとうございます。ペナイトもありがとう。おー、遊びに来たよ。こんばんは。リニューかわいい、ありがとう。アンコールの工場懐かしい。確かに今日はセージレーナさんちゃんの生誕祭ですみたいな感じで始まるよね。可愛い洋服ありがとう。これいつ着た洋服か覚えてるかな。プライベートで着た洋服だからあれかも。覚えてるも何もないかもだけど、見たことあるかな。これは夢の国で着たくて買った服です。2年前のぐらいかな。去年か、去年だ。去年の春、いつか忘れたけど、生誕祭のディズニーにアイナと行った時の服、ティナジョンの服。私の最近ハマってるブランドタグを見せる。ティナジョン、ショート丈で可愛いんです。うん、隙間からめっちゃ見えちゃうから、中のタンクトップ込みの服、ピンク、ピンクで。だるまありがとうございます。めっちゃ暑い。こんばんは。なんかいろんな色着てるけど何色が似合うのか分かんないな。淡い色よりはこういうなんていうの、原色だとは思うんだけどな。おいしい。美味しい。生誕祭振り返り配信はお水でいきたいと思います。乾杯。じゃあもう早速見よっかな。まだ244人だね。だけど早速見ちゃおう。ハートありがとう。リバイバル公演2527って生誕後2回もやってるのな、やってるんだね。私の出れてない。
2時間20分もあるの？私のスピーチが意味わかんない、長かったもんね。まあ飛ばし飛ばしでいきます。音に合わせて見てくれたら嬉しいです。流しますね。もうということで、今日は4月19日の当日生誕祭の DMM を見ながらちょっと思い出に浸る回です。音合わせるの難しいかもしれないですけど、コメントとのラグが生まれそうだけど、頑張って見ていきましょう。タコありがとうね。銀だこ食べたい。じゃあ、やばい、緊張してきた。この時は緊張してないです、ちなみに。だってイエーイって感じだもん。22歳なので多分ピース多めかもしれない。めっちゃめっちゃ顔テカテカ、ハイライトです。ハイライトを塗りたぐりました。メイクさんに塗ってやってもらった。始まった。まず1曲目、誇りの丘です。おー、アイドルしてますね。なんか久しぶりに自分がアイドルしてるの見てます。これ後ろでキラキラしてくれてる、全然気づかなかった。戦闘だから。巻き髪が縦ロールの外巻きで大人っぽい感じでやってもらいました。見てよし、かわいい。始まった瞬間に髪型良すぎるの分かった。ほんまに楽しそう。あ、一瞬カメラ目線したよ。私首座ってないんだよね、めっちゃ動かしちゃう。せっかく映ってんのに首揺れててさ、ブレること多いと思う。多分スクショしてて、あの服とかスクショダメだけどね。これね、髪型結構メンバーほとんど指定したんですよ。マリナの低めツインテールとか、ナナミのこの高さのツインテールも私が決めました。これめっちゃ可愛い、マジで。ナミのこれギャップがすごい。ユミユミユミも私が決めたよ。ここは2列目で映しづらいところにいるんだ私。笑顔がかわいそう、嬉しい。最後裏声するの。おめでとう。ひなたのポニテも私が決めたよ。好き。首揺れてんな。
でも髪色は割となんかちょうどいい明るさ。やっぱ黒、暗いよりはこれぐらいちょっと明るい。あ、めっちゃなんかアイドル寄った。チーズアーム顔残してた。これからもってだんだん上がってきてるの知ってた？これからもこうやって徐々に上に上がっていく振りなの。地味にこれからも積み重ねていくっていう感じ。この振り大好き。あ、ななみのツイテールで顔隠れてた今。海があるんです。上がってるの。普段だったら絶対抜かれないところに抜かれた。あ、今のはまなちゃんと目が合って笑いました。なんかニャニャポーズめっちゃ忘れてた。自分でするの22ばっかやってた。ユーハが換気扇のユーハ、北村ユーハちゃんが初日でした。この日ユーハと公園で結婚したの初めてだった。もうツヤがアンパンマンみたい。チークも濃くてこれの感じに好き。これの丘公園全部いいとこ。振り切れすぎない私違うですね。黒髪が綺麗だな。主役のポーズやる感じ。この時はひのちゃんが私に取り替えてくれてるなんて全く思ってなかった。あ、主役のポーズってそういうことね。メンバーがしてくれるやつね。うわ、長い長い。うわ、また抜かれた。え、めっちゃ私映る首揺れすぎ。赤ちゃんより首座ってない。誇りの丘の最初の2曲は振りがめちゃくちゃ簡単だから、めっちゃいかに綺麗に踊るかっていうのを意識してる。激しくやっても激しく見える曲でもないから。デコボココンビ頭1個分こういう時のさ、このこっからここまでの腕の長さが本当に嫌だ。自分の指の隣に立つと余計に。私目合わせてるのめっちゃ分かりやすくない？頑張る。首座ってなすぎ。今度首座らせよう。やだやだ、首ついちゃう。アイドルするダンスするときもやっちゃうな。
をブリブリしてます。ブリブリタイムね。開演してます。やばい、この後最後カメラ目線したけど、ちょっとカメラ目線すぎて恥ずかしい。めっちゃカメラ目線。優しさ始まりました。これはライブでもよくやってたな。盛り上がるんだよね。こういう振り付けがあるとライブで使われやすいってか、ライブ用にあれしてるのかな。公演とかでも声出し、声出しできるじゃん。これやるとおいおい、ここでミックスしそうになった。待って、はー、なんでなんでなんで、すいません、ちょっと止めちゃった。通知オフにしようとしたのに開いちゃった、間違えて。すいません、ちょっと戻してもろて、頑張ってのところです。すいません、合わせてくださってたのに。この振り付けもなかなか難しいんだよね、音の振り方。ちゃんちゃちゃん、いい表情をしてます皆さん。あいあい、ここおい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 タイムの場所。この振り楽しい、プリプリして方向転換。あ、ツインテールコンビ、私のリクエスト。デコボココンビです。デコボコンビ、みんな可愛くない？みんな可愛いな。登場してます、セーブレーナ選手。もうここ映された初めて。ここって映るんだ自分。めっちゃ気持ちよくやってた、いつも。うわ、ここソロはずいな。真顔でしかないもん絶対。ちょっとも笑えない。ちゃんの外アニメもね、私リクエストしたんだけど、可愛くないなんかアニメのキャラみたい。ひなたのポニーね、やっぱひなたこれポニーって感じするよね。しばらくボブだったからできてなかったけど、やっとできるままですね。おい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 、ここさ、なんか一列じゃなくて煽りにしても良さそう。あ、でもそしたらここで意味ある一列に戻らなきゃ、結構ユニアの真顔ファン。みんな公演見ながら感想コメントしてください。
もう柱かぶってるけどそれでも映してくれる、それが生誕祭。でそのさ、じゃ自己紹介は私も聞いてた部分なので飛ばしますね。ありがとうございます。比較的ナチュラルに呼べるようになったんですよ。そうで最近ね、そうさ、さっき楽屋で私の髪の毛き LINE でさ、急に違うなんか私サケ弁当の写真を送ってきて、確かに、確かに、そうレイちゃんじゃない、あこれ本当にちょっとよくわからなかったからか、そうちょっと壁とか言わない昨日のリバブル公園のお弁当が酒弁当だったらしくて、でその弁当本当に大好きで毎回それが出ると絶対それにするんですけど、みんなそれを知ってくれてて、私がいつも酒来るとわ酒だ絶対酒みたいな、なんか一人で喋ってるからそれを知ってくれてて、マシとマナがわざわざレイちゃんの好きな酒っていうLINEをしてきてくれてとかしてきて、それが全く同じ時間だったの、5時17分で、だからこの二人絶対一緒に送ってるやん、一緒に喋ってって思ったら、後々聞いたら全然合わせてないのに全く同じ時間にお互い写真送ってたんだって、すごくない？ LINE してくれるのもめっちゃ可愛いけど合わせてないのに全く同じ時間っていうのが怖い。LINE の通知ポンポンってきたからさ、一緒にいるんだって楽しそうだなって思ったら、でもよく見たら全然違う場所で写真撮ってたから本当にそうなんだって思って、マシはこの MC でも言ってたけどレイナのことを一番最初にレイちゃんって呼んだ後輩ですって言ってます、マシが自分で。そうでした、私も覚えてる、偶然見た話ね、すごい。あ、ユーハ緊張してたね昨日だっけ、昨日ユーハに会えたんだ一瞬、キャンキャンの出演、ショールーム出演の前のユーハに。やっぱナナミのツインテール可愛いわ。なんか肌がめっちゃいいこの日。バシャパ。どれもいい。レモン飛ばし飛ばしでいきます。お、ウィンク合わせるのむずいよね、ゲスだけは合わせるからちょっと許して、何回も見てください、今日が終わっても。この衣装着たい、似合うのに、ね、コメント見たいですか、みんな見てますか、見てる人どれくらいかな、音だけで楽しんでる人もいるかな、ユニットシャッフルしないかな、したいな、ゲスが嫌だんじゃなくてゲスは大好き、ウィンク2連番すご、私ウィンクしたことない、公演でこのリバイバル公演で多分、左腕をどんどん、むずいよね、初めて左腕した時めっちゃ難しかった、左で踊るのが、左マイクだから結構
シャッフルしたい。そしたら絶対左腕がいいな。残酷見えけど繋がってるから左腕とラスベガスがいい。どっちもアイドルアイドルだ。ゲスだけゲス一曲なんですよ。体力的にきついから。残酷な目も好きだけどな。衣装がでかい。どっか。本当にアニメのキャラに出て、アニメから出てきた人みたい。ひなちゃん。ちょっと羽めっちゃ可愛い。ひなちゃんの羽めすごい。貫禄すごい。キャラがさ、最近浸透してるからみんな裏でもさ、よくさすがひなちゃんみたいな、やっぱ貫禄は違うみたいないじりがさ最近多いんだけどさ、ひなちゃん喜んでるんだよね。すごい、それを喜んでるのが可愛い。紅白見てる気分になるの。ひなちゃんが赤い服着てるだけで。 LED ね、めっちゃ綺麗だよね。本当はセリが動いたらめっちゃ高いんだけど、もっと迫力ある。私はミュウミュウのポジションの方をやってた。ゆきりさんの現場でそういうことは命捨てること混乱とさらか愛さえも自分か君は無効的なのか君は無効的なのか。みたいな絶対のサリン見ます ね、 嬉しかったあれ。紫と白がいっぱいあるのも嬉しかったけど、曲によって色変わったのもすごい見てて感動した。鳴らしてくれ雨よ。うるさいな。オフにするの忘れてた。インスタも湧くよね。たったたっ雨がザーって音が流れてます。残酷な雨。あ、ミュージックした。アップになってなかったけど嬉しい。知らなかった。
この時はリセス考えちゃうか。この衣装着てたな。めっちゃこの衣装今着たら体型の変化めっちゃバレそうでやだ。これやってた頃確か痩せてた気がする。今よりは。キャー、猫、猫だこれとこれで可愛い。え、裏で決めてくれたのかな。ひなたカンカン棒似合う。似てるってさ、カンカン棒なくなっちゃうからカメラ変じゃないかなって来たけど全然変じゃなかった、ね、タッタッタッ。意外と覚えてるもんか。いい日、いい日、いける。カジノの目を生まれ、祝福してくれてる。金の髪吹き、ストリートリート。座ってないから立ちなんだ。確かに。マリナ。そっか、マリナもひなたもリメンだもんねあと思うが永遠に紫の衣装のポジションだった。 N3 公演でも研究生公演で新 N3 公演のアンダーでもその位置でモフだけ一緒の曲だった。ね、ひなたってさ腕長いよね。この日話してた。私が私より短いんだよねって、身長と同じって言うけど私絶対身長より短いって言って衣装部屋で手伸ばしてたら、ひなためっちゃ長いんだよね。長くて気持ちない。ひなたが言ってた。でもひなたの手の長さ本当に羨ましい。指が長いからめっちゃ綺麗に見えるから。本当にバランスが分かんない。ウエストこんなあるだし、ね、待って大獅子してた。待ってさすがにちょっと長かったもん。本当にさ、カホってさ、なんかさ、めっちゃ大人、年齢的にも大人なのにさ、すごい大人なのにさ、こういうお茶目なことするのがめっちゃ可愛くてさ、元気出る。リハーサルでもこういうことしてくるの、ふざけた顔。ふざけた顔。マジ、こういうところがさ、IQ だなって思いました、といると。なんか本当に朝元気なくてリハーサル辛いなって時にマシと目合うと大体なんか自然とめっちゃ口角上がってて、ってこと多い。本当にいつもありがとういいよのね、絵文字に合わせちゃった。はい、来ました、ゲストです。本日の主役の登場です。かっこつけてるわ。この曲はもう本当に死ぬほどかっこつけてます。このさ並びとのバランスがめっちゃいい。
そう、本当にきつい、歌えない、キー上げたい、キス。急にさ、寝ながらさ、起き上がる時までさ、ずっと歌ってるって本当にすごいことしてるって思うんだけど、これ本当はサビオールだったんだよね、本番3日前ぐらいまで。でもリハやっててずっとオール無理だってなって、山ここ公式で急遽分けました。マイドリーの後の息の整えるのが一番辛い。マイドリームでもちゃんと伸ばしきった後のその息継ぎがめっちゃやりきったかなって楽しい。チンテールでこれ撮ってる。顔してるけど本当に今すぐにでも倒れてみたい気持ち。そんな時にアクロバットを決める誠司選手。この一番のかっこいいところ、クラバットもめっちゃ体力使うんだよ。ゲスって身長差コンビになるよね、自然と。7分30。ここまで来たらもう頭振るだけもうここまで来たらもう打たないから、どうなってもいいから、自分がもう頭ブンブン振る。最初の頃これ全然合わなかったんだよね、ナナミとギュッ、お互い音の取り方が違って、でもなんかナナミが合ってくるんですよ。ナナミは合わせてくれるっていうか、合わせる力がすごい、やっぱそこは山ここをやってきた仲なので。まだのウェーブめっちゃ好きなんだよね。この長さの髪の人のウェーブってなんでこんなに、なんていうの、お姉さんいい女感出るんだろう。この長さの時のウェーブめっちゃやってたな。ずっここやってた頃、私この髪型よくやってたし、曲がっちゃう、曲がって、最後の体ソロところ綺麗好きです。嬉しい、私あそこめっちゃ綺麗に見せようと頑張ってるから嬉しい。こう平行にするのをめっちゃ意識してこの手を。
冷蔵庫もやってたの。てかゲスゲスじゃない、これのかっこいいの歌って全然やってる。あ、お尻触ってるなぁ、いいなぁ。楽しそう、冷蔵庫なんか楽しそうな顔してる。人を探してるあなた、お腹空いたけどダイエットしているし、冷蔵庫いいよね。いや、いい、だってさ、ゲスはさ、笑えないからさ、笑いたくても , 笑いながら子供を抜けたのが好きだったの、私基本冷蔵庫とかも好きだし、衣装も、カラフルな衣装もめっちゃ好き。でも、一色原色、うん、冷蔵庫も意外と疲れるんだよ。息めっちゃ切れる。どこ行ってる？かわいい、レイちゃんって呼んでる。なんかでもレイちゃんが発音良すぎてぎこちない。みなみとやってたな。みなみとレイナとすぐでやってた。先生の時公演したくなる。本音が言えるし、今ちょうなるほどねなんて答えて、漂う霊気の中で落ち着く心みたいに、お尻振りすぎやな、さすがに。レイニャちゃんが、あ、間違った、レイちゃんだった。レイちゃんのお誕生日なんだからケーキとかにすればよかったんじゃない？いや、そこはレイレイ。思わず漏れた。ちょっと、どういうこと？お、日野さんが来ました。うわ、さすがバレリーナ。喉がね、なんか調子悪かったみたいな。マリナ髪伸びたな。え、ツイッテル可愛すぎない？プリキュアやん。なんかプリキュアみたいこれ。うん、みんなプリキュアみたい。色をつけるなら、ひのちゃんは黄色、ゆうはが赤かな、まりなはピンク、おひなたみんなピンクかな。何があったっけ、緑と青ってきや、ここに何が緑でもないし、しんちゃんあれだわ、二人はプリキュアの札切って、祈りは手に叶える、簡単な魔法を、この歌詞本当に覚えられない。手を諦めないで、僕はポジティブに、こうなればいい、こうなりたいと心が叫ぶよ、思いの強さが通じる。この曲好きなんだよな。でもな、衣装が恥ずかしくてやだ。
物質が多くて。夕日を見てどう考える、美しい空に今日の終わり、明日の始まり、見せてカウントする、カウントして、難しくないよ。この曲すごい、いい曲励まされる、ポジティブ中のポジティブ。研究生役でやってた。だから残りの M3 公演終わり直前ぐらい、最後の最後で一回出たらめっちゃ出て終わった気がする。無理だから、全体的にいっぱいやった。全員になって研究生でめっちゃやったって言ったんだから、初日だったか2回目とか忘れたから、三つ編みしてワンコみたいに輪っかにして、三つ編みリングみたいな、ポテトリング、ポテリング、ポテリング、なんだっけ、ドーナツみたいな、してた。最近この髪やってる人見ないな、三つ編みで毎日。幸せに変える、そんなにネガティブネイチャー楽しくないだろう、祈りは開いてないの、簡単な魔法、すべてを諦めないで、僕はポジティブに、そうなればいい、こんなにたいた、めっちゃ似合うな、この衣装。これ似合うですね。MC は、はい、左の腕で連れ去っていいですか。残酷な雨、ラスベガスで結婚しよう、ゲスな夢、話し相手は冷蔵庫、祈りはどんな未来も幸せ。この MC 通して、続けて聞いていただきました。ここだけ通したい、ここだけ、ここだけは通したい。恥ずかしいね。さて今宵はレイナさんのお誕生日そして生誕祭です、ね、ということ で、 です、まあ、レイナさんの希望で、そうですね、恥ずかしいけど自分の好きなところを言ってほしいというふうに言ってほしい、ね、生誕祭だから。もちろんもちろん生誕祭なのでね、うん、ということで、はい、あの許可取るの忘れたんですけど、一手間加えてもいいですか。されてるか微妙な際どい。もう何人様がいるのに、ステージで言うの一番の見どころじゃないでしょ。せっかく普通に言えると思ったの。これ今日はないなって思ったの、うん、なんかこのユニット明けの MC の時に、うん、姉ちゃんがこの話の内容を言ってくれたから、その時ハルがなんか言いたそうにずっとなんかニヤニヤしてたけど気づかなかった。だけど姉ちゃんがこう、はい、取り仕切ってくれることによって、そうなんです、前回のような悪夢を出してたもんだな。ハルが頑張れなくて前回何があったの。めっちゃ可愛い、これが一手間加えたくなっちゃったの、まあ、やっぱあの いつもの通りね、こう普通に真ん中でやっぱ好きなところを言うじゃないですか。その後ですよね。いや、いつもはその場で言うけど、ね、いつもこの場で、ね、あ、本当ですか。まあまあ、ちょっとなんですけれども、この人何しようとしてんの、私の生誕祭で。最後の締まりが欲しい。うん、そう、閉まってるのかは知らないけど、うん、でもそう でもなんかそういうのがねあったらいいかなと思って、うん、じゃあちょっと
顔は私もともとこういう顔です。縛りが欲しいっていう何を言ってほしいと。私がまずじゃあやるので。おはい、おやるんだ、心強い、はい、トトロのおばあちゃん風にレイナさんを呼ぶ。どういうこと？トトロちゃんじゃない？でもさ、トトロカットだったらもう全カットになっちゃうもんね。なるほどね、レイちゃんだからね。このサンブにトトロ引っ張ったし、そうそう、サンブの曲本当に曲だけマジ決まってなくて。じゃあ私からいきますね、はい、でレイナさんのお顔がまずすごく好きで、この MC 終わってから思いついた、あ、トトロのサンブにしよう、はい、こういうやつなんだ。そう、嬉しい、全身がすごく大好きだし、ダンス、ここで歌、ビジュアル、トーク、うん、全部全部本当に好きです、うん、加入した時から憧れてるし、めっちゃ嬉しい、これからも私にとっても確かに、何最初の普通のところで、はい、おーってなってたから、それで終わりでよかったんじゃない？いやそのオーケストラみたいな拍手をね、皆さんが最後してくださったのはおばあちゃんのモノマネのおかげであって、そうなんだ。最初のところも良かったけど、嬉しいこと言ってくれてたけど、でもちょっと悔しいね。なんかまあ最初なんでね、これが基準。平均点としてですね、みんなさ、君のニュースで決めといたらいいかもしれない。ちょっとやっぱそうですね、思い残したところがそうなので、はい、次のステージ。じゃあ任せてください。 DM も流していいんだっけ。流してください。え、これ好きなところじゃなくていいんですか。ダメだった気がする。ショールームで流しちゃう。もう何でもよくなってるやん。好きなところじゃなきゃダメ。いいよ、何でもいいよ。まあ、レイナの、はい、いきます。じゃじゃん、私は見てしまったんです。え、何そういう感じ。この前ですね、私が公演、ユニットが終わって楽屋に戻っていくときに、レイちゃんが一人だったんですね、楽屋に。振り返り配信するとき MC だってさ、鏡に向かって一人で笑ってたんですよ。え、そんな気が今思い出した。あ、言い残していった。レイちゃん何してるの何してるの。すごいこの企画をものにしてる。すごいよ。さっきはね、ちゃんとよくやったよ。よくやった。なんか結構1ヶ月前ぐらい、どういうあれ、思わずブホって言われる。違う、ずっとなんか鏡に向かって決め顔みたいなのをしてて、どこの鏡、でっかいでっかいやつ、まあ、知ってたよね。恥ずかしいね、何も言わない、言わないでほしいエピソードだ。恥ずかしい、でもさ、恥ずかしい、いつもやってるよね。大丈夫そう。いつもやってる、笑ってる気がする。さっきもゲスの前にやってたよ。月の前、月の前、ね、うん、今日もやってたもん。どういうこと？ただメイクチェックしてるだけ。まあ、嬉しいよ。いや、まあでもアイドルやっぱ7年もやってると、そうだね、研究熱心なところが、うん、自分の見せ方めっちゃ自分のこと好きみたい。そういうところが、ね、私は鏡で自分の顔見てるじゃなくて、メイクが終わってないだけなんです。ありがとう。好きなところを聞きたいな、普通に。これ一番真剣にさ、メイクにさ向き合ってるはずなのにさ、なんでさ早く行きたい、一番遅いんだろう、終わるの。はい、これは多分私が研究生の時からずっと言ってるんですけど、レイちゃんのことが本当に本当に大好きで、私メンバーの中で一番彼女にしたいなって思ってるんですよ。もう、なんて言ってもね、もう私と対照的すぎるんですよ。めっちゃ言われる、身長もそうですけど、このお胸だったりとか、なんかもう本当に私の持ってないものを全部持っているので、もう私本当にもうレイちゃんが彼女になってくれたらいいなって思ってます。それぐらい大好きです。可愛い、嬉しい、いいなって思ってます。嘘やん、さすがに。レイちゃん大好き。待って、見たことない。結構すごい、みゆみゆ、これ本当にみゆみゆを責めないで、みんな。このめちゃくちゃ似てないさ、姉ちゃんのおばあちゃんの真似を責めないであげて。ゆみゆはトトロを本当に知らなくて、内容だから、このでもステージ上で知らないなんて言えないじゃないですか。だから頑張ったんです、彼女なりに。で、はけてからなんかみゆみゆ、姉ちゃんのおばあちゃん似てなかったよねみたいな、知らないもしかしてみたいな言ったら、そう、私見たことなくって、ちゃんと逆になんでみんなわかるんですかみたいな。レイナちゃんは かわいいずっとユニット公演でもお世話になっていて、メイね、え、でも見返してみるとこれが一番ひどいかもしれない。歌とかダンスに自信がなかったの。知らないって言わずにやるの偉すぎる。え、わかる、そういうところだよね、ユニットの、まだ大丈夫、偉いところ。レイナのおかげで歌と
誰マジで誰怖い怖い。ちゃいこななみが一番やばい。勝った。レイちゃん、あれ待って、ちょっと待って、あそこに猫がくらいいる。これやばかったわ。やば、いつもさ、いなくなったはずのあの人が見える。これ巻き込まれなくてよかった。でもこれどうすればいいか分かんなくてさ。東京のマジで困った。怖かった。大丈夫大丈夫、全カットとかないよね。 MC 全カットとかないよね。私結構焦ってたんですよ、これ生誕祭の MC 全部カットになるんじゃないかって本気で。まあまあまあ本気で焦ってて、ちょっと結構言ってくれてることはめちゃくちゃ嬉しいことだった。ありがとうございます。いいこと言ってくれた。私は後でいっぱい手紙に書く、うん、そうだね、うん、重たそうだな。なるほど、手紙に書く方重いから、重めだから、うん、後で聞かせて。個別でね、うん、個別で、そうですね、お願いします。じゃあ、ありがとう。時間も迫ってきたので、うん、こんなことをやってたら疲れてるじゃん。期待してこれ。いやいや、なんか急に猫バスにそんな予定じゃなかったんですよ。いつもそれをやらされてんの、こっちが。そんな予定じゃなかったのは私たち、いつもいつもの私たち、いつもこんな予定じゃなかったのに。一部最後の曲になります。それでは聴いてください、君のニュース。あれ、なんかいい曲でよかったみたいなとこカットされてない？そんなことない。全カットは辛いかでしょう。だから怖かったの、 MC 終わる時。この曲好き、みんな好きだよね。え、ここ映されちゃうんだね、生誕祭だと。よかった、あくびとかしてなくて。あくびしたことないです。よかった、鼻とかほじてなくて。いつも絶対つんないもん。え、なんかマリナ4つ似てる。プリキュア、え、ひのちゃんの服羽、プリキュア、なんかプリキュアっぽくない？これ、ビューメントだったら全カットだわ。今の配信 DMM だったら全カット。プリキュアいいいいすぎて。デコボココンビの歌り多いね。髪色がいい。カオス、首座ってる、あ、と思ったら座ってなかった。なんかでも意識しちゃうと、もう首の動きばっかり見ちゃう。ちょっとはあってもいいよね。アイドルアイドルした曲の後めっちゃこうやってやっちゃう、首。でさ、こんなに長いくていいの？ゆうみゆとまなちゃんに聞くけど。え、なんか3期生みたい、2人とも。ななみもゆうはも、ゆうはは3期生だけど。やっぱななみのこの高さのツインテール神だと思うんだけど、これ神だよね。神かわいいよね。神かわいいと思う。その時喉死んでた私。
指ハートしてる。ななみがだってさ、こうやってなんかやってきたから私にこうやってタッチした流れでやった。マシのさ、デコ出しハーフチームめっちゃさお気に入りなんだけど、私プロデュースどう？やっぱ可愛い髪いいよね、アイドルっぽい髪。私もこの前久しぶりにハーフツインやったらめっちゃ可愛くテンション上がって一時期ハマっちゃったの。やっぱアイドルするときアイドルっぽい髪してるとその分アイドル感増す。この後マシやめてほしい。マシが本当に怖かったの。マシの真似するね。マシの真似するね。怖くない？ずっとこれマシと向き合ってるんですよ、こうやって。で、あ、今日は目合わないなって。いつもこう目合わせてこうふざけてるんですけど、今日目合わないなって思ったら、あれ今日見てこないし、私の見ておったらみたいなやってきて、めっちゃ怖くて怖かった。私もう吐けようかと思った。ちょっと笑ってるもん、これ鼻膨らんでるもん。ちょっとおもろすぎて映ってない？映ってなかった？マジホラーだった。なんか無駄じゃないけど、いつもそこ工夫してくるのやめてほしい。そこを工夫しないでほしい。何パターンかあって、ずっと目が合ってるパターンで、私が笑うとマシが真顔で、マシが笑うと私が真顔でみたいな、そういうにらめっこと、あと二人で熱唱するおめでとうみたいなパターンか、一回も見ないパターンか、見るのか見ないのかどうなのかって思ってたら見ないで終わる。この後は換気休憩を挟み、ちょっと悲しいパターンか。換気休憩中はスタッフさんの指示に従ってください。ありがとうございました。何パターンか、ありがとうございました。でも最後の最後でゼロって見てくんのマジで初めてだった。本当に最高、ありがとうございました。大好き。いや、私笑ってるとこ出てたかな。私が寝つけないか、この曲で爆笑してたらダメだもんね。ちょっと一旦、皆さんどうでしたか。一部終わりましたが、あっという間、もう10時か、早いな。みんな集中してたでしょ、音聞いたり見たりするのに。コメント忘れてた。そばに座って一人きり、最初の3曲が好き。わかる、誇りの丘始まったって感じするよね。泣ける？泣けた？本当？泣けた？でも最後の曲は歌詞が良すぎて泣ける。この曲のレイヒのダンス綺麗すぎ、嬉しい。ダンス嬉しい、綺麗って、ありがとう、もっと褒めてください。やっぱ誇りの丘だな。誇りの丘、声の中でも誇りの丘が好き。みんな何が好きですか。私は全体曲だとあなたの代わりはいないかな。誇りの丘はもう安定に、もう当たり前にいいんですけど、まあ、全部いいんだよな。全部いいです。全部心に染みる系の、グッとくる系の歌じゃない。歌詞が
か全部がパジャドラでいう初日、全部が初日みたいな。夢はNGT にもすごいぴったりな曲だよね。ここの土地にやってきて何年経った。はい、じゃあ2部の方に行きたいと思います。もう時間も迫ってきてるので。始めますよ。今1分、あ、1 43秒44秒45 46 47 48 49 50秒です。1時間12分。あ、みんなニャーニャーポーズしてる。私本当にニャーニャーポーズ忘れてた。あ、投げキスしちゃって、ウィンクぐらいすればよかった。車ありがとう。普通のハートとかもありがとうね、見てるね。はい、私の足めっちゃ上がってるの注目。みんな上がってる。これこの後のマナーの走りに注目。マジでガチで速いの、マナちゃん。マナちゃん絶対短距離走速いと思う。本当に追いつかない。よいしょ。これ夢しながらね、同じポジションだから思い出すよね。なるけど、え、ここのジャンプ列目が見えないで止めたら絶対すごいジャンプしてる。私エビゾリ。あ、誕生日があるんですって気分よくなってます。もう少しレッツ。誰もありがとう。レッツ。牛出てくるときいつもワクワクする。え、何それ、かわいい。椅子かわいいな。ギターは下手じゃない、なんかギターの動きなんか絶妙に下手なんだけど、絶対弾いてない走りあ、マシがめっちゃ猫ポーズに入れてて可愛い。あ、ニャニャポーズ全然してくれてる。あ、スケボーしてるもん、マナミ可愛い。ユハピース。はい、エビハート。みんな可愛い。スケボーしてる。愛おしい。みんなに会いたい。ここのジャンプ正直めっちゃきついです。よっしゃ、やりきったーと思ったら次の曲めっちゃハード。え、ちょっと髪飾りのところのさ、髪ちょんってやつさ、ぴょんって跳ねてるやつ直してあげて誰か。おろしだと髪飾りがね、ぴょんってなっちゃうんだよ、髪が。あ、肘が崩れました。この曲でいつも燃えてる。光った、ありがとう。白いシャツの制服、これ嬉しかった。ギュって寄ってきてくれて。ひよちゃん全然寄ってきてないよ2人とも寄ってきてるっていう頭でいたのに全然寄ってなかった。ひのちゃんめっちゃギューってされてる気分でいたのに、今ちょっと幻想だった。わ、ツインテールかわいいな。やっぱり私も伸びたらやりたい。まだ早い。舞台ではリップだから長いけど、まだ早い。子供すぎ。ちゃっちゃっちゃちゃっちゃ。
この曲楽しい。お化けみたいなんだけど、なんかみんな振りいいよね。君を見てるんだな、まさにこの振りがいい。はい、タン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 、はい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 、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4。ホールしたいね、この曲。かわいい、ひなた。なんか持ってやりたくなる。海を渡れとか持ってたら、マジおでこないとめっちゃ視界広そうだな。掴んだ、なんか掴んでた。この一人だんだんとさ列にはまってく振り、最後のフォーメーションめっちゃ好き。みんな前髪汗かいてるよね。私汗かかないんだよね。なんかさ本当に頑張ってるのにさ汗かかないの、代謝本当に悪いのよ。マジニャーニャーポーズ忘れてるわ。この人22しかやってない。ありがとうございます。レッツゲット、あと1センチ、その汗は嘘をつかない2曲続けて聴いていただきました。皆さん盛り上がってますか？最後までやってない気がする。ありがとうございます。忘れてたわけじゃないんだけどね、はい、22歳ばっかり。本日の主役レイナさん、はい、盛り上がってますか？めちゃくちゃ楽しいの伝わってますか？伝わってます。楽しいですか？ならさあるけど、楽しいの伝わってますか？はさあんまないよね。拍手もわかんないし、それで仕事終わりここに、ね、ありがとうございます。皆さん DM で見てくださってる方も最後まで盛り上がっていってくれたら嬉しいです。ありがとうございます。楽しい。前髪が綺麗だわ、はい、じゃあちょっとね、せっかく今日めっちゃ固めたもんな。ユーハもいるので、はい、2部の曲はどうやって決まったかというと、はい、スタッフさんが選んでくれました。それぞれの公演から、今までやった歴代の公演、20曲やってきた公演全部の中から1曲、はい、ということでこの後も楽しんでいきましょう。それでは続いての曲の準備をしましょう。でもだとしたらさ、パズドラの2人乗りのところをさ、今度2 years later にしてみる、レーターとかにしてみる。それでは聴いてください。帰れそうだよね、そこで2部。見登りは確か研究生公演のアンコールっていう、2期研究生公演の枠の1曲、これ枠へと。一回リハーサルでさ、このプロのさめっちゃボーッとしてたらさ、めっちゃボーッとしてた、めっちゃ怖かった。この日だったっけな、びっくりしたんだけど、ひどもりが聞くの間違えた時ないなと思って。ひどもり行ったよ、みんな大好き。ひどもり追いかけ好き、この曲も可愛い。カエルちゃんさ、いつもその気配になるとさ、活性量高くでかくてさ、いつもびっくりする。その気配って言ってめっちゃ良かったな。カエルちゃんも面白でした。可愛い、これ
とペアです。タッチタッチ、かわいいマシキャー、仲良し。髪飾りくっついたよね、マシの。あ、マシの髪が髪飾りです。みんな可愛すぎる。この衣装みんな似合ってるな。この衣装可愛い、好き。めっちゃ好き、この衣装。黄色のミニスカートの衣装が NG ってあんまりなくて、めっちゃ嬉しかった記憶ある。オリジナルでミニスカートがもらえて。みんなウエスト細っ。あ、私のここ注目ポイント、これマジでずっとやってるんだよ。回ってポーズ、回ってポーズの時、端から3番目で、結構上手カメラからだと遠いんだけど、いつも目線やってるの。ここ後でまた見て、最後のポーズ。なんか手が飽きてきた、爆破したい。バトン部だった、バトンダンス部。そういう曲じゃなかったよ、ふざける曲じゃなかった。そう、これ始まった瞬間真っ黒になって、真っ暗になってペンライトが全部消えて手拍子に変わったんですよ。そう、暗闇だと思ってはって一緒になったけど、でも曲調的に暗い入り込む表現の曲だからすごい入りやすかった。最近さらやってやってないんだって。キムちゃんめっちゃ暖かいね、の太陽。この間めっちゃ暑いからさ、暑ってなる。ひなちゃんの太陽も暖かくて、これやってて、この振りめっちゃ好きだったんだけどさ。これではカトッパのポジで、南のポジでやってます。身長も低いからちょうどいい。かっこいいよね。パッ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 。無事こういけました。演出本当にめっちゃ良かったです、ありがとうね。やばい、ここ映る、はずい。あ、映った。やばい、映ると思って、ドゥルルルンルン、きた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 、ザンって感じだよね。うん、でもわかる。
冒険にからさ2ステップで合わせたんだけどさ、あーでさ 0.5 から4番に行くのめっちゃきついんだよね。あーあー冒険にあーの必死、楽しい。あーって言ってたらちょっと後で出てきちゃう。最初私カメラに指差ししたんだけどな、撮ってると思って撮ってなかった。めっちゃ私の声聞こえない？普通に息継ぎまで自分の声聞こえたんで、私の声聞こえてる？聞こえてない。なんかさ、私ってさ自分で言う、え、指差し切れた？あ、ほんと？見落としてて、自分で言うことじゃないけどさ、笑った時の顔がさ、ラブ友っていう昔中学で流行った青春の本みたいなのがあるんですけど、ポエムの本がラブ友に出てくる女の子みたい、歯が四角い、笑った顔の四角で、こぼこぼわちゃわちゃ楽しいよね。この曲なんか泣きそうになるんだよな。なんかこの曲なんかずっとこの時間を過ごしてたいって、この時間が終わっちゃうのが寂しいみたいな気持ちになる毎回この曲やってると。今が青春なんだみたいな、歌いながらめっちゃ楽しくて終わるのが寂しくなる。人を好きになるって切なくつないもので、緊張してて可愛い。私もここの歌い出しやりたいんだよね、やってみたいんだよね。私のジャンプ見たいもん。こんにちは、ラブとも。私も上さんに並べた。かわいい、ユーハがかわいい。輝くそんな気がしてた。ここめっちゃアイナの歌あるのイメージだな、声が。ここが太郎とアヤだった。エレナとカド、ハート同盟のハート受け継いだんですけど、アイリとも見なかった。かわいい。これ絶対やろうって言ってそれ裏で決めてくれてたやつじゃんって思ったらめっちゃ愛おしい、かわいい。片思い、パジャドラの時にさ、私の生誕祭でさ、みんなジャンヌダルクでさ、ニャニャポーズを入れるっていう、結構特徴全然かっこいいのに絶対入れられないでしょっていう、ジャンヌダルクで入れるっていうのをみんなが生誕とかやってくれたんだけど、それめっちゃさりげなくやってるつもりがめっちゃ主張激しくてめっちゃ面白かったと思いました。自分の中の映像を今言葉にしちゃったけど絶対伝わってない。あ、ここ演劇タイム。私の心のポイントはいつからか始まったんだけど、どんなに楽しいでめっちゃこうダランとしてんのに、あーかーってパンチするんですけど、パンチの後の一瞬のこのドヤ顔がポイントです。やってから後ろ、この曲大好き。何回やっても何回聴いても飽きない。
鳥が可愛い。ニンニンニン。マリフェス結構知ってます。今ありがとう、ありがとう。コメントありがとう。アンチ毎回やってるから、とても注目。あ、また22歳やってるわ。まあ、22歳だからいいんだけどさ、一回もニャーニャーポーズやってないの結構やらかしてるわ。はい、緑と森の運動公園、暗闇求む、二人乗りの自転車、ラブ修行、自転車、ラブ修行、ありがとうございます。ありがとうございます。お腹空いてきたけど、冷麺しか食べてない。さて、レイナさんの生誕祭もね、かなり終盤に近づいてきたところですが、ね、ご飯がまだ炊けてなくて、まあ、ここではね、主役レイナさんとのエピソードをね、みんなで話していけたらななんて思ってるんですけど、ね、ちょっとじゃあ早速同期の日向さん、なんか一発ぶち込んじゃってください。ありすぎて困るよね。困るよね。ありすぎて困るって言った割にさ、めっちゃ薄かったんだよ。なんで普通の。あの髪の毛を短く切ってからポニーテールにする機会って本当になくなったんですよ。で、ひなたさ、最近汗髪の毛を伸ばしてめっちゃ代謝いいらしくてさ、自分で言ってたんだけど、どうしようって悩んでたら、レイがポニーいいじゃんって言ってくれて、うん、ポニー見たかったひなたで、今日ポニーテールになったんですけど、うん、なんかレイって私と会うたびになんか決まって、うん、あれひなた髪切った。あれ、あの、Mステポニーテールにしてもらったん、あ、して言ってもらったんです、決めてもらったんですの後に、なんかエピソード話してくれるのかと思ったら、一生ポニーテールの話して、そうなんですよ。去年が続いてて、そう、去年の夏によし伸ばそうと思ったんだけど、最後ちゃんと落ち合う。夏だから邪魔すぎて我慢できなくて切ったんですよね。私の中では日向が伸ばしたいのに伸びるのが遅いっていういじりです、それ。あ、そうなんだ。ちなみにだけど、めちゃくちゃ早く伸びてるからね。これちょっと喧嘩、そうそう、喧嘩になりましたね。嘘で、事情で、え、ちょっと待って、言い合い始まっちゃったけど。そうだよね、誰にもわからない言い合い。そうね、いつも裏でもね、日向に、わかんないですよね、髪の毛なんてね、私もわかんないからさ。私がよくふざけてるんですよ。切ってないってわかってるけど、こっちに寄り添ったつもりだったんですけど。なるほどね。でもなんかレイナに似てない、今日伸ばしたいのに伸びるのそうやって悩んでるイメージだったから、ね、分かる、やってたよね。なのにいじるっていうあれだったんだけど、顔似てるみたいな、うん、あの説がありましたね。ありましたよね。でもさ、なんか最近この二人の中では顔はもう大人になったし、あんま似てないかなって思ってたんだけ だけどでもさ、この間のさ、言ってっちゃったよ、これも赤レンガのイベントで、うんうん、井上園子さんに、うん、あ、そう、そう、なんか二人姉妹みたいって、そう、だから久しぶりに似てるんじゃないかって思って、ちょっと久しぶりに見てみたいと、検証してみたいと思うんですけど、はい、いきます。せーの、似てるね。ひなたが寄せてくれてんのよ、レイナに。レイナもひなたに寄せて、似てる顔があるんですね。私はマジで似てない。でもその顔して似てるのもすごくない？似てると思うねんけどな。いいね、の絆ですね。じゃあどこがやねん。はい、あの、私はレイヤーさんと、どこが聞いてね、デコボココンビっていうコンビをあるんですよ。私たち顔似てるのは、でも似てるよね。似てるは似てるよね。そうなんです。結構体力勝負っていうか、そうだよね、運動神経が、ね、必要な、空中でドッジボールするみたいなやつなんですけど、うんうんうん、VR みたいな、VR の波動をねやるんですけど、なんか優勝したのに、ミューメイと私でだったからこそ、なんかいい感じにできたと思うんですよ。そうそうそう、私がこう届かなかったのに、ミューメイが、はい、私がこうやってやって、下の方はレイニャがやる、チームプレイが生まれました。そのおかげで優勝できたんですけど、めっちゃ楽しかったね、波動。 YouTube にまだ載ってるかな、波動っていう。 AKB さんも結構最近やってる、ドッジボールみたいな、 VR でドッジボールみたいな、めっちゃ楽しいんですけど、衣装着て撮影したの、これで優勝して、優勝のご褒美に、自分でご褒美の内容決められるっていうので、私とみゆみゆは真面目に、みんなディズニーに夢の国に行きたいとか、
焼肉食べたいとかだったか忘れたけど、そういう感じだったのに、私とみゆみだけなんか他真面目に波動さんの広告に乗りたいって言ったのに、撮影もしたのに、まだその広告、すごいめっちゃちっちゃいエピソード、広告めっちゃちっちゃい、ちっちゃすぎてびっくりしないでほしいんですけど、どこ行ったの撮影した？レッスン上でみんなでご飯を食べる時があって、うんうん、あのお弁当とかいただくじゃないですか、また波動やりたい、割り箸落としちゃう、また優勝すればいいのか、ジェナさんが新しいの持ってきてくれたね、自分でそれこそ処理に来てるやん、薄かったなぁ、絞り出したエピソード、それがないの、誰でも多分やってあげると思うんですよ。はるかむらはまだ私に素を見せてないの感じてて、はいって言われた、はーってみたいな、せいじさんからやり直しでいいですか、薄すぎたエピソードが、はい、ありがとうございます、ね、はい、今からせいじさんだね、なんか気まずいみたいになっちゃってるけど全然気まずくないです、ありがとうございます、これからよろしくお願いしますということで、ちょっとなんか苦しくなっちゃったんで次のメンバーにバトンとして、はい、思い出がないわけでもないと思うんだけど、ちょっと、まあ、まあそういう人がいてもいい、ね、じゃあ今日ね生誕祭の誕生日のねれいちゃんと、この MC 本当初見だわ、ちょっとこれから話していこうかなと思うんですけど、うんうんうん、はい、私はレイちゃんと打ち上げがしたい、おお。もうさ、いいよこれもうずっと言ってるし、いや本当に一個も何もできてないの、これビジネス言えば言うほどビジネスみたいになるけど、本当に仲いい、おまずこのリバイバル公演初日の打ち上げ、確かにやってないね、結構毎週ラジオあるから、クリスマス会もしてないもん、そうと思うとき大体なんか、あ、でも明日ラジオかみたいな、昨日ラジオだったか、疲れてるかみたいな、あと、なっちゃうレイニョがラーメン部になったよ記念、そう、まだしてない、まだしてない、そう、まだしてないから、で、もっと言ったら3期生がラーメン部になったよもしてないじゃね、歓迎会ね、で、歓迎会、そう、で、あともうそのまだあるのよ、いっぱい、いい、いい、いい、他の人の話して7個あり、そう、打ち上げが溜まってるから打ち上げがしたいなっていうの、こんな打ち上げしてたらもう多分他に皆さん、なんかレイちゃんすごいことになるよ、じゃあ私いいですか、体型変わってるから、できます、おいおいおい、マリナのスケボー見たいな、絶対おもろい、手すりがね、嬉しい、教えてもらいたいって言ってくれるの、メンバーに教えてどれぐらいさ1日でできるかとかやってみたいの、掃除しながらスケボーやってた、技を披露しながらこうやってやってたやってた、うん、ね、やりたいなと思って、確かにスケボーやってみたいですね、一緒にね、どう、マナはマリナはストリートファッションがめっちゃ似合うし、私服でもよく着てる、かわいい、めっちゃハプニングありそうだ、的確すぎる、私も不安だわ、ちょっと2人はやめとこう、なのでちょっと旅行に連れてってください、レイちゃん、レイちゃんに連れてってもらえたの、レイちゃんのお金で行くんだね、はい、もちろん、うん、ならはね、最終的に連れてってか食べに連れてってなんだよね、そうか、旅行ね、ぜひ、いいね、後輩ですね、私はかわいいです、レナさんとラーメン食べに行きたいです、堂々とそういうこと言ってくれるのが可愛い、そうだよね、レイナさんとナナミさんとマシさんと、あ、もう追加、じゃあみんなで行きましょう、ラーメン部で、ラーメン部で、そっか、そうだよね、なんかラーメン部では、あのできた後輩だ、あれでできた後輩、そう、それ番組では行くじゃないですか、そうだね、でもまだプライベートで先輩とご飯とか行ったことないので、行こうって言っててるんだけどな、もうない、ないです、ないんだって、ないって言ったのか、今ね、そう、今言うてた、ね、メンバーって行く詐欺多いんですよ、そうだよね、はい、そうか、ごめん、今ラーメン部とか調子崩れた、マシとの打ち上げに限らず、ね、なんか本当に行くつもりで行ってるんだけど予定がみたいな、あ、聞きたい、第一印象ですか、うん、私
なんか、うん、ファンとして見てた時、あ、もうそっか、そうなんですよ。それがありまして、めっちゃ好きで、それでなんか、うん、もう本当に可愛いって感じだったんですけど、可愛、うんうん、いし面白いし、なんか全ての行動が可愛いんですよ、レイナさん、ね、いやすごい、めっちゃ見られてる、とにかく可愛いなって、もう入ってからも、うん、入る前も思ってずっと可愛い可愛い、喋ってるよ、可愛い、めっちゃ生き生きして喋ってる、可愛い可愛い、かわいい、え、わかる、ユーハのなんか喋りだけで私やられてたんだけど、今ラーメン部好きだった、はい、そうだよね、私ラーメン部のイベントとかも行ってました、ラーメン部のイベント行ったの、ユーハ、すごい、おじやしに行ったやつ、はい、おじやる前から、大好きじゃん、だってそうなんだ、だってだあのラーメン部のなんかキーホルダーがあるんですよ、うん、その、あ、並みが書いた下手ないのやつ、おいおいおい、一人一人で、それを持ってラーメン屋さん行って食べてる、かわいい、おたやん、ありがとう、いや、こちら、かわいい、え、なんかさ、こういう喋っててさ、ちゃんと喋れるし、内容もちゃんとしてるし、で、喋っててだけでかわいいって、なんか、え、かわいい、え、すごい、ユーハ、天才、天性のアイドル好きな、MC 見てるだけでめっちゃかわいいってなってるんだけど、レイちゃんと喋ったことある？あります、ある、あります、ある、なんかさ、ね、なんでそういうこと聞くの、マジ、あるんだけど、ラーメン部やってってユーハとロケしたんだけど、確かに、なんか多分、うん、レイナもう人見知り、あ、そうですよね、わかる、ナナミがすごい同期みたいに話してくれる、レイナも話したことない、わかる、私もそう、あのバイト AKB の時に初めて会ったんだけど、すごいこの前期のヤンキーみたいな感じめっちゃいいやんって思った、これここだけはなんか聞こえてた、裏で19だったけど、もう怖くて、はい、そう、えみたいな、そうそうそう、みんなに言われる、怖いって、見た目が怖いって、ね、今はね、大人になられて、本当に崖でさ、人を判断するのはさ、良くないよね、途中だけど怖かったんだ、最初、そう、そっか、うん、じゃあ ね、 ね、これからいっぱいレイちゃんと距離縮めてって、そうだね、うん、いっぱい縮めたいです、うん、全然仲介役やるからね、はい、ありがとう、確かに、どう、その仲介役の波はさ、レイちゃんと、私はもう、なんかとにかく、めっちゃなんかバカなことをしたいんですよ、何、そう、いつもしてるやん、バカなこと、YouTube を、うんうんうん、2人で、この、うん、2人組 YouTuber みたいな絶対さ、ナナミがめっちゃ滑りまくってさ、コンビ名が実はあって、あんま浸透してないんですけど、おもろいわ、ネナミっていう、え、なんで、え、なんでこの空気、え、これみんな、やばい、私が考えたのに、私も客席と同じ空気になっちゃった、苦笑い、西荻より有名だと思ってたの、いやいやいや、待て待て待て、ナナミ YouTube とか絶対おもろいだろうな、私あの本当に、うん、あんなに面白い人間初めて見たんですよ、確かに、出会って面白いよね、ナナミめっちゃ言ってくれる、うん、だから、なんであんたそんなおもろいのみたいな、一緒にそういう YouTube 撮ってYouTube 界で有名になりたい、レイナミちゃんじゃない、レイナミちゃんじゃない、いいかもしれない、そうなんですよ、そうだよね、 NCT でコンビでこう YouTube やるっていうのはないからね、今ね、そうだよね、今はね、あの、はるか村しかやってない、そうだよね、コンビでね、コンビで抜きたいです、ユーナーもユーみたいなないですもんね、確かに、うん、ナミっていつできたんでしたっけ、なんか2人でシングルかなんかのコラボ配信企画で一緒にやって考えたのかな、確かこの意味は考えなきゃって、いいかもしれない、レナミはドレミのことなんです、レナミ、レナミ、じゃあちょっとドレミじゃないですね、ちょっとね、せっかくさ、あの、今日ドレミの生誕祭だけど、ユーハブのね話をあんまりできてなかったから、そうね、確かに、さすが気遣いのできる女、大塚レナミ、どの曲がそうだね、うん、一番緊張した、この今やってて、うん、かわいい、うん、え、かわいい、悩みますね、全部なんかさ、緊張してて、分かった、ギャップだわ、多分喋り声と見た目の、あ、やっぱそうだよね、やっぱなんかそのそわそわしてました、そうだよね、なんか、うん、なんかそのめっちゃクールビューティーな顔して、なんならもう笑わないんじゃないかってぐらいすごいビって感じなのに、ふわふわしてて可愛い、そう、アイドル力もすごいし、その時になんかユーハの緊張が解けてそうだなっていうのが楽しみ、あとサイズ感も可愛い、嬉しかった、
私そうだったマッシーさんの顔見て緊張が嘘あ本当本当本当に、はい、本当になんか余計になくなりました、うん、あーよかった余計に緊張しちゃったラーメン部ってどんな教育してるのかマナがめっちゃ的確なことすごいすごい、ねユーハめっちゃ天然ですラーメン部やっててめっちゃ思う意外と天然なギャップの塊だよねかわいい、はい、他のメンバーも呼びたいと思いますみんなえあとマックスだけ早いお待たせしましたあこれから生誕祭だった忘れてた生誕祭やのスピーチ絶対飛ばしたい最後の曲になりますスピーチはそれぞれで見ててください本当にちょっと待った忘れてた今何だと思った何だった嬉しい本当に予想してみてる今日は聖地玲奈ちゃん22歳の誕生日ということでこのこれから生誕祭に移りたいと思います普通の声でこんな映ってるわけないよねこんな私のこと話してくれるわけないだね生誕祭だった緊張したこの時はまだ口角がずっと上がってるでまだスピーチ終わったから本当になんか笑えなかったバレてたと思うファンの人にはいつも見てる出来運びありがとうはいありがとうございます美味しそうなんかバンクオーリーのコンサートでリハーサル一回も失敗し一回も成功できなかった時のことも思い出すこれ見てください赤い花束と赤い花冠時計賞に合わせてくれたのかもうね本当に赤が綺麗な赤で時計賞にぴったりでそうトマトみたいになっててアボカド刺さってて私への愛が詰まった詰まっててめっちゃ嬉しかった本物のね、うん、野菜シリーズでありがちだし、うん、でもあれだね、あのこの時衣装にひなたのシルエットレナに見えない去年の秋夏ぐらいの毎回ねすごいだよねやっぱりねセンスいいですよ確かに、うん、紫かな来るかなって思ったけどこのトークつなぐの大変だよね確かに回数もね重ねてくるとそうです確かにねひなちゃん緊張してないちょっとどんどん凝っていけるひなちゃんいつもだったらさここめっちゃ話す人じゃんつなげてくれる人じゃん7 6 6 7これなんか知ってから見るとちょっと可愛いなでもこういうのって言われるのめっちゃ嫌なんだよねごめんひなちゃんでさ緊張してないってさ見透かしてるよみたいな感じでさ上から言われるのってさすごいあんまり嫌だよねもう本当に予想してなかった。すごい似合う。可愛い。時計賞に合わせてくれたのかな。めっちゃ可愛い。え？でもさっきも言ってくれたけど、すごい花髪変わってから。すごい。だからこれトマトってこと。顔明るくなった。かぶってから。天才。可愛い。可愛い。すごい。すごい大人っぽくて嬉しい。ここでレイニアにハッピーバースデーの歌を届けましょう。ここでの名前はレイニアで。はい、思います。はい、にゃん。はい、はい、ハッピーバースデーとゆー。ならみ。急に学校の先生みたいなんかどこにも時計がなくてちょっと不安感じですか今見えたおめでとうありがとうございますとっても素敵です、はい、ということでここである方からお手紙が本当に届いているということでお手紙マジ嬉しかったじゃあお手紙を読んでくれるメンバーはおまあまあちょうどいいわまあまあちょうどよかったありがとういないかあれマジでこういうパターンも目読ひのちゃんが出てきた時点でもうひのちゃんだってあんま思わなかったかもしれない本当に予想つかなくて誰だろう代読だと思ってる顔してる結構あるかなでも、ね、分かったよすぐレイちゃんへ22歳の誕生日
おめでとうございます。レイちゃんで後輩だったんだけど、まさか私がこのようにあなた宛に筆を取る日が来るなんて、あなた宛に筆でした。この喋り方は約5年前、あなた宛に筆は言わんやろ。レイナさんに挨拶すると帰ってきた、おはようというそっけない言葉に、そっけ、おはようだけでそっけないってさ、みんな結構なんでそんなに悪く言うの私のなんて考えたこともありました。と同時にラジオでレイナさんの顔が好きですと伝えたら、まんざらでもなさそうに喜んでくださって、なんて愛感じたのをよく覚えています。そこから十分な年月が過ぎ、みんなでステージに立ったり、一緒に自然渋滞を歌ったり、初詣に行ったり、目も合わなかった頃がもう思い出せないくらい共に過ごす時間が増えましたね。本当に思い出いっぱい蘇ってきた。これは世の必然ではなくて、おはようが似てた。レイナさんの素晴らしい人柄とずうずうしい後輩たちのおかげで成り立っていることを忘れないでください。そんな後輩はあなたのパフォーマンスとひたむきに頑張る姿をそばで見ることができて幸せ者だなといつも思っています。先日の第5回 AKB48 グループ歌唱力ナンバーワン決定戦、私はどうしてもレイナさんに出てほしくて、 DBS さんでの収録のタイミングで私のライブ打ち合わせ後のスタッフさんも巻き込んで説得したり、今考えると外ぶりを埋めていくようなゲスなやり方のようですけれど、ひとえにレイナさんの歌をもっとたくさんの人に聞いてほしくてずっとラブコールをしていました。ユニット戦の開催が決まった時もレイナさんがいなきゃ始まらないと思って声をかけさせていただきました。こんな言ってくれる子いないって。決勝当日までここ音高いですとか、メロ早くなっちゃってるので落ち着いてくださいだとか、後輩にしては生意気なことばかり言っていたと思いますが、嫌な顔一つせずチームメイトとして対等に向き合ってくださってすごく嬉しかったです。もう歌唱力の時期も後輩ってこと考えてなかった。そして得ることもできた優勝とあの拍手の景色は一生忘れられません。レイちゃんがあの時手を取ってくれなかったら成し得なかったです。嬉しい、本当にありがとうございます。ハワイ楽しみだね最後にハワイ楽しみなんです。出しすぎじゃない、呼んでくれてありがとう。抑えられてない。私はこれからもレイちゃんとそしてリリノと3人でもっともっと歌いたいし、もっといろんな夢を見られると思っています。だからもしよかったらこれからも共に私たちのストーリーを描き続けていけたら嬉しいです。好きだの歌詞ですね。お誕生日おめでとう。22歳のレイちゃんに幸あれ、三村日野より。やば、めっちゃいい手紙。何回聞いてもめっちゃ見返した。これ嬉しい、予想外すぎる、はい、けどめっちゃ嬉しい。もう本当に文章の作り方天才だし、なんか筆にする日が来るなんて本当に気持ちがこもってるのが、ひのちゃんのまっすぐな言葉がすごい伝わってきて、すごい正直に書いてくれてたから、最初のおはようがなんかそっけなかったとかそんなことないけど、すごい正直に書いてくれながらもめっちゃ綺麗な言葉を並べてくれて、読み方も含めてね、喋ってもないのに怖がれるっていう、まあ、今考えたら喋ってなかったのが怖かったんだろうなって思うんですけど、めっちゃ本当にそんなのを忘れるぐらい今ではおひのちゃん家にお泊まりしに行ったり、あの後輩のみんなともすごい仲が深まったんですけど、そうで先輩のくせにさ、後輩の家にさお泊まりしに行って、ひのちゃんは私がいなかったらってすごい言ってくれるけど、ひのちゃんが誘ってくれなかったら、ね、やっぱ参加しようって決めてなかったしっ個人戦も出るか迷ってたぐらいだったから、ひのちゃんには感謝しなきゃ。本当にひのちゃんがすごい私にどう伝えればいいかな、背中を押してくれて、練習期間ですごいひのちゃんにたくさんなんか自信をもらって、ひのちゃんといるとすごいポジティブな言葉しか出てこなくて、それのおかげで私もどんどんポジティブになっていって、本当にすごい強い、強くない、強く見せてるんだろうけど、本当にそれが本当にありがとうございます。尊敬する、見合いの計らないところが、私なんてめっちゃ弱音吐いちゃうもん。とりあえず弱音は吐かせてってタイプだから、やるけど弱音は入っちゃうみたいな。なんかハワイにある花に見えてきた。本当に参加する。早いな、気が。私が先走っちゃって。もう最初から弱音吐かず。ありがとうございます。じ
やります、できると思います、みたいなメッセージをお願いします。これ本当に、はい、本当に聞きたくない。聞く意味ないですよね、自分で。みんなだってさ、フォトログのさ、フォトログじゃない、オフィシャルサイトにさ載るじゃん、文章で。あの文章とかスタッフさん絶対まとめるのめっちゃ難しかったもん、絶対意味わかんなすぎて。気にしすぎって言われるけど、本当に私はこれだけは本当に気にさせてくださいっていう感じです。でも本当に全然良くない、本当に泣きそう今でも。本当にセンターさんのレポなくなったの、よかった、救われた。ちょっと本当にじゃあ2歩あんまり聞かないでください。本当に何も考えてなかった、今日は絶対に4月19日の誕生日当日に生誕祭を開いていただき、何も考えてなかったから自業自得。してもう土平日で水曜日でも発表された時、どうしようと思った人も多いと思うんですけど、みんなへの思いがいっぱいあったから、足を運んでくださった皆さん、そして DMM で見てくださってる皆さん、全然ダメだった、私本当にありがとうございます。文章で書いてるとか携帯とかどんどん出てくるのさ、当日の生誕祭もこの舞台の稽古期間が始まったので、もうできないってもう思ってたんですけど、結構私の意思で当日にやりたいですっていう気持ちもあって言ってみたら、カシャラの話とかひなちゃんが手紙で書いてきてくれたから、みんなもまだ救われたけど、ちょっとそこで触れられたから、本当に私は幸せ者だなって身に染みて感じています。ありがとうございます。22歳になった実感はちょっとまだ湧いてないんですけど、新幹線乗らなきゃいけないとめっちゃ走って振り返ってみると、本当になんかアイドルになった時でもう人生が180度変わったなって思ってたんですけど、まさか21歳の年でもまた、あ、もう21歳の年でもって文章にしちゃった時点でもう思えるぐらいすごい変化のあった1年だったなって思ってて、ごちゃごちゃになってました。まあ変化で言うとやっぱ卒業メンバーがたくさん多かった年でもあったりして、せっかく2期生との距離が縮まったと思ったらね、卒業するメンバーもする予定じゃなかった、まあ、予定させてたんだけど、すごく寂しかったんですけど、でもそれぞれの道で頑張ってる姿を見ると私も頑張ろうって思いながら今活動できてるなって思います。寂しかったからこそ結構現実逃避みたいなところはあった。この21歳の年はいっぱいあったのに、いっぱいあったのに全然自分で頑張ったなって思えることがたくさんあって、ヤヒそう、ヤヒのことも思ってたよ、卒業メンバーって言葉をした瞬間。でも二十歳になってから始めて、ここのことも話したかったんだ、私1年半経つんですけど、スケボーを始めるって決めた時は多分ファンの方にはそんなにいい印象じゃないし、あんま受け入れてもらえないんじゃないかなって不安があったんですけど、でもやるって決めた時にそう思われてもいいから、とにかくもう本気でもうアイドルだからとかいうアイドルの肩書きがあってのスケボーじゃなくて、本気でスケボーを技術上げたり本気でスケボーを楽しむっていうのを決めてたんですけど、そしたら自然とファンの人もその私のスケボーに対してすごい応援してくださる声がたくさんあって、私はメンバーで唯一あのインスタでスケボーのアカウントというのを開設させていただきまして、そのインスタで動画を載せると、あの頑張ってるねとか楽しみにしてたよとか、まあ怪我しないでねっていう心配もあると思うんですけど、そうやって応援してもらえてることがすごく嬉しいなって思いますし、私にとって本当にスケボーは人生を180度変えてくれたものだなって思ってて、今まで本当になんか何をやってもなんか頑張って
なんて言うんだろう、いざやろうと思ったら やるけどなんかってなっちゃって、達成感が何かないなとか、なんかいろいろよく言われるのは、レイニャはやれば何でもできるよねとか言われるんですけど、私の中ではあんまり満足してるものがなくて、何か一つ武器が欲しいって思った時にこのスケボーをつけてまで話してたけど、それがまさかその NHK さんの地上波の番組に繋がったりとか言って、あとはコンサートでねスケボーを披露するっていうアイドル史上多分初の試みだったと思うんですけど、そういう新しい経験をたくさんできて、ヤヒもすごい協力してくれたけど、そういうこと言えるのは私しかいないから、周りの人からもめっちゃ私がもうアスタさんからもセージなんか変わったねとか言われるぐらい変わってるみたいな、めっちゃ抗議して、なんでだろうって思ったら始めました。スケボーをねやってると本当に本当に今まで出会ったことないような新しい人たちにたくさん出会って、でもすごいこのスピーチの後さ、なんか自分が楽しいだけじゃなくて周りが楽しんでる姿を見て、あれ見たらスピーチがああなっちゃうのもなんか納得できたって言ってもらえたんだけど、なんか去年の夏とかそれは嬉しかったんだけど、だからこそねスケボー以外のことも話せるって感じだよね。出演できることがなかなかなくて、自分の名前が出演メンバーになくて、楽しかった、結構ここやったのは今ここがあったからだから、出たいなって思ってたりもしてたんですけど、その悔しい気持ちを今ここやってから私結構ステージに対する向き合い方変わった。今まで以上になんかこうじゃダメなんだってなったきっかけだった。本当にあもうここから私も頭を変えてくれたものの一つで、もう真っ白じゃなくて頭カラフル、頭はごちゃごちゃです、真っ白じゃないカラフル、本当に活動続けられてるのは頭にわーって出てきて次の言葉何も出てこないだなって思うしもう笑っちゃってる、なんか本当にこれ一つ何か武器、これといって何かズバ抜けてできるものがなかったので、それを自信にこれからも活動していきたいなって思います、そしていつも応援してくださってる初めての皆さんへの感謝の気持ちも伝えたいんですけどこの時点で何分話してるんだろう、絶対長いなって思ってたよね、みんな。みんなじゃないと私がやろうって決めたことを一緒になってレーニャがやるなら頑張ろうって思ってくれるファンの方たちばっかりで、スケボーばっかりって言ってくる人もいるので、辛いこととかたくさんあると思うのに、そんなことないのに、なんか私が嬉しいことあったら一緒に喜んでくれて、やらせていただいてるし、悲しいことがあったら一緒に悲しんでくれてっていう、それが本当にそのファンの方の優しさがすごい伝わった1年だったなって思って、グラビアもさせてもらったりいろいろあったんだけど、でもスケボーばっかって言われちゃうのはめっちゃ、アイドルをこうやって応援するって本当に大変、悲しくて、簡単なことではなくて続けることって、スケボーは確かに本当にやってるけど、大変だと思うんですけど、皆さんに私を応援してることに自信を持って私はちゃんとやってるから、そう思ってもらえるようにこれからも頑張っていきたいと自分の中で決めてるから、皆さんこれからもついてきてくれると嬉しいです。ありがとう、いつもありがとうございます。全員に認めてもらえるように頑張ります。そして一つこれから新しく始めたいなって思ってることをここで発表させていただこうと思うんですけど、さっきもしつこくスケボーの話をしてたと思うんですけど、NGT48 の公式 YouTube の方でショート動画というものがあるんですけど、そのショート動画で
スケボーの動画をこれからちょっと少しずつ更新して、うん、公演始まる前から長くなるっていうのはちょっと分かってたから、先に私のありがとうございますとかに言ってた、私の本当に絶対長くなる、ごめんって、新しいツールを始めたいなっていうのであのスタッフさんに相談したらいいよって言ってあの協力してくださって、 YouTube のショート動画も、ね、自分でもう編集してそれを載せていただくっていう形になるんですけど、定期的に載せていけたらいいなと思うので、皆さん今日のね、あ、そう、今日の8時半に、あ、この後もう10分後で結局 TikTok は TikTok で流行ってる音源とかがあって、どんどん流行りがどんどん毎日に変わってくるじゃないですか、はい、そしてもう一つ私から、それでスケボーのアカウントなのにブレてちゃうのがちょっと怖いっていうか、なんとスケボーならスケボーで載せたかったから、TikTok じゃなく新しく連載をさせていただくことにコンテンツになりまして、ちょっと集中的にやってみようって思って、YouTube ショートにしました。読売新聞さんのオンライン版なんですけど、あのアクションスポーツページっていうあの読売新聞さんのオンラインページの中にある一つ の, あのサイトなんですけど、 そ, このそちらの方で連載をさせていただくことになりました。嬉しい。これ も, これも言いたいこと全然言えなかった。タイトルまで言いたかったのに、もう早く終わらせなきゃって気持ちになっちゃって全然言えなかった。させていただいたんですけど、もう実はあの読売新聞さんの公式ツイッターの方ではちょっと情報解禁されてるんですけど、これどうでしたか、びっくりしましたか。結構ビッグニュースだと思ってたから、めっちゃ本当言うの楽しみだったしドキドキしてたんですけど、でも私はこの時もそんなに頭カラフルだからリナの反応見れなかった。はい、頭変わるってなんの、嬉しいです。私これなんかでも本当に私文章をこう言葉にこと語彙力があんまりなくて、だから連載も心配なんですけど、ちょっと最初はちょっとスタッフさんにもお手伝いしていただきながら文章を考えたりして、もうものすごくいい記事になっていますので、マジでこちら4月20日私にしては難しいことを使ってたりするけど、ね、ちゃんと辞書で調べて、皆さんこれから楽しみにしていてください。はい、よろしくお願いします。完成しました。2回目も楽しみにしててください。待って、話したいこと話せてない、こんなに長々話したのに。でも本当に伝えたいことは、なんだろう、本当に私一人じゃこんなになんていうの、充実したアイドル生活を送れてないなっていうのが本当に言いたくて、スケボーを実際やってるのは私だけど、それを頑張ろうって思えてるのもみんなが YouTube やるって言ってくれてるからで、卒業かと、なんか卒業して YouTube に専念みたいな、それを伝えたいんですけど全然全然です。なんか一人先走ってどんどんなんか本当にガチなスケーターじゃんみたいになんか思わないでほしいっていうか、思いたいと思ってないと思うんですけど、残る続ける選択をしたので、私がこうやって頑張れてるのは本当に皆さんのおかげなので、活動皆さんこれからも頑張りたいです。1期生残り少ない一人でもあるので、このマリナと私と絶対あの時卒業してたら後悔してたと思うんだよね。やっぱ1期生としてやっぱ後輩も入ってきて、多分自分の活動に全然自信が持っててなかったんですよ。今度こそは後輩に怖がられないようにし、こんなにも応援してくれるファンの人たちがいるのにもかかわらず、ここでやめて楽しいって思ってもらえるファンの人、1年に22歳もしていけたらいいなと思っています。今日は本当にありがとうございました。すごい心苦しくなって、うん、ありがとうございます。めっちゃ考えた、ありがとうございます。めっちゃ考えて考えて、でもやっぱアイドルを続けるには新しいことを始めなければ、話せなかったことはショールームで話します、見ますっていう世界だから、レイナはなんかすごい結構現実的なことを考えた中で
バッチですごいクラブと、うん、ありがとうスケボーっていうのを見つけてっていうか、みんなにも感謝伝えたかったんだけど、ちょっとやりたいって思う個別で待ってるね、個別でのもありがとう、はい、じゃあ最後にレイニアにお誕生日おめでとうしたけど一緒に伝えたいと思います。でもこれなら楽しんでできるかもしれないってレイニアお誕生日思って、ありがとうみんな、やってみたら本当に向いてたっていうか、私がアイドルやる上でもいい影響しかない、本当に素晴らしいものに出会いまして、はい、どんまいねーにゃね、お仕事ひなたがめっちゃいいこと言ってくれて、それだけ本当にさ歌唱力のことも一回も話してないし、いやでも一個ラーメン部のことも話したかったし、本当に話したかったんだけど、これ見て思うけどマジでみんなに助けられすぎてる、私本当に周りに感謝、私は本当に環境に感謝した方がいいと思う。いやもちろん自分でも自信持って頑張ってるってやることはいっぱいあるけど、続いてが周りがいなきゃ頑張れてない、ほんまに。じゃあ曲の準備をしましょう。ほんまにみんなありがとう、ありがとうって気持ちでいっぱい、みんな悔しいえなんでめっちゃ良かったよ、うん、話せてたよ、うん、でも話したいことあと10個ぐらいあった10個ぐらいある、やりたい、スケボーしといて、あのフィギュアスケートって本当にお金がかかりますよね、きっと。そうだよね、スケボーもかかるけどね、消耗品だから。フィギュアスケートなぁ、後で伝えます、はいね、私小さい頃本当に本当に習いたくて、ママにめっちゃ習いたい習いたい、浅田真央ちゃんみたいになりたいみたいな言ってたんだけど、やらせてもらえなかった。聞いてください、マックス時315号。でもそこでフィギュアスケートしてたら私今ここにいないかもしれない。なんかすごいマックスいいな、やっぱりイントロが。最後の曲です、フィギュアスケート違うわ、フィギュアスケート忘れて、今これスピーチのことで頭いっぱい、レイニアです。信じてきた君は希望の光、ありがとう、抜けたものだけに分かる見える世界がある、そうそうなんです、ありがとう補足してくれて、だからそれを私だけの中で完結せずにみんなに発信していきたい、その私の感じたこと、それが読売新聞さんの連載です。スタンダードさんの連載もずっと続けさせていただいてて、そこでは私の成長記録っていうか成長をちょっと伝えていけたらなって思うんですけど、読売新聞さんではまた別で今日やってて感じたこととか、みんなにもっとスケボーのことを知ってほしいとか、スケボーってすごい奥が深いっていうところを伝えていきたい、応援してる、ありがとう、気づくありがとう。空の下からなんか赤いカナカンブリーだとさ、肌明るく、トーン明るく見える、なんか余波ってさ、意外とっていうかめっちゃ色白ですよね、私ってなんかめっちゃ黄色人種って感じする、黄色い、白か黄色か黒で言ったら黄色、肌の色、
幸せを噛み締めている。成長していく頃に似てるのが好きなの。おー、ここで似てる。歌詞もいいしね。いい生誕祭だったよ。もうみんなのおかげ、みんなに助けられてた。めっちゃみんなのおかげでいい生誕祭になりました。ありがとう。めかわいい、ついてる。やっぱりこのついてる好き。ありがとう。この日の音を過ぎ走ってんの、ね、私さえ話しろ。すごい、めっちゃ3列目の後ろなのにめっちゃ綺麗に映してくれてる。1期生映ってない？今のレーナ、ひなた、マリナ、レーナ。え、絶対1期生っていうのでカメラマンさん映してくれたと思わん？めっちゃ良かった今の。マックスで1期は、もう3人、この子に出たの3人で、ゆかと、みはると、5人ですよ。カメラマンさんの愛も感じるよね、こうやって、まじまじ見てると、カメラワークとかを。メラマンさんってメンバー本人たち以上にメンバーの写りを知ってると思う。以上で NGT48 劇場リバイバル公演聖ジレーナ生誕祭第2部を終了とさせていただきます。この後は準備ができ次第第3部のアフターパーティーに移らさせていただきます。劇場にお越しの方はその場でお待ちください。そして2部の方はここで終わりになりますので一旦挨拶をしましょう。3部はなんかダメなんです、見れないんです。来た方の特別にみたいな感じになってるんですよね。はい、ということで終わりました。もうこんな時間、ねえ、 PA 照明スイッチャーカメラマン、みんながいい生誕祭にしてくれました。スタッフさんも含めて生誕の皆さんはじめファンの皆さん、来てくださったファンの皆さん、配信で見てくださった皆さん、本当にありがとうございます。あっという間やな。パチパチパチ。いやー、お腹すきましたね。思い出して盛り上がりたくなってしまった。わかる。もう一回やりたいスピーチのところ気にしすぎ。一緒に生誕見れて幸せだった。幸せだったね。共有できて嬉しいです。見れなかった方もいると思うので楽しかった。ありがとうございます。めちゃめちゃうるさくさしてさだけどさ、隣でパパ寝てるんだよね起きた。大丈夫、多分パパ多分さやさん寝てる。当日はやばいですよ。なかなか楽しめ、初めてレニア生誕祭初めてだったのでありがとう来てくれて。平日だから来れなかった人も多かったよねっていうのが、まあでも当日にできたことに越したことはない。楽しかった。また楽しさを共有できました。またこの余韻で頑張れそうです。舞台の舞台のお稽古中でしばらく新潟には入れてないので
ありがとう。くれてありがとう。頑張ってね舞台。ありがとう。楽しみ楽しみです。見て舞台のステージに立ってるのを見てもらえるのが嬉しい。それだけで嬉しいし、本当に素敵な作品なんですよ。マジでおもろいアニメ。もうアニメおもろくて、舞台ももうアニメが再現されてる部分があったり、ちょっとオリジナルの部分があったり、本当に絶対見て後悔しないと思うので、今受付中ですので遊びに来てください。ちょっと23時過ぎちゃったけど、メール明日送ります。ごめんよ。そう、あれをどう舞台にするのかっていうねところも見どころだと思うし、でも本当に本当にうまくつながってるので、見てわーってなってもらえたら嬉しいなって思うので、アニメで予習してもらえたらより楽しめると思いますよ。見てくださいね。あー、だるまありがとう。5月も楽しみいっぱいね。え、5月楽しみいっぱいだよ。5月、もうす5月ってやばい。こ上半期終わる、やばい。上半期終わる準備できてる、みんな早すぎる。今年明けましたばっかじゃん。アニメファンからレイナ気になってもらえてね。そう、私のこと知らない人にもしてもらえるチャンスなので、この舞台本当にそういうきっかけにもなればいいなって思います。以上、バッツリ泣きましたね。泣けちゃうよね、あれは。じゃあそろそろ結構こんな時間なので、じゃあ一曲だけ歌って終わろうかな。なんかせっかくその生誕祭ムードなんで、一曲だけでいい。すいません。イヤホン。これ選んでる時コメント見れなくなっちゃって、最近カメラ目線してた。これで終わります。あ、でもラブ修行もいいな。ラブ修行の歌い出し小さいからこれにしよう。やばいやばい、聞こえない。
人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行を。エモいよね。まあエモいのか、実際研究生公演からやってました、うんね、ありがとうございます。ありがとう。なんか急に力抜けた。たくさん
ありがとうございます、盛り上げてくれて。じゃあ最後スクショタイムしてランキングして読んで終わりたいと思います。音符たくさんありがとう。音符音符ハート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 音符ハート音符ハート音符ミラボル音符音符ハートハートありがとうございます。じゃあスクショタイムスターティン。22歳、もう結構経ったけど22歳。カワートにゃーにゃー、みんなこれを結構やってたから、みんなっていうか、まあ、カホがめっちゃやってたからこれやっとこう。猫なんか首前に打てるように見える。イエイ、イエイ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。みんな2時間半、結構久しぶりの2時間半結構腰にきてる。ありがとう、見てくれてみんな。疲れたよね、遅くまでありがとう。かわいい、ありがとう。じゃあランキング読みます。13位竹めぐさん、12位りーさん、11位ゆうしゅんさん、10位ひんじさん、9位ます先生、8位ミスターさん、7位せいじれいなさんがとても心配ですさん、6位いつかの少年さん、5位ジョンさん、4位ぬっくん、3位しゅうちゃん、2位令和のいじかったさん、1位あかしさん、ありがとうございます、ありがとうございました。バイバイ。改めて22歳もよろしくお願いします。読売新聞もチェックしてください。まだ見てない方みんな見てくれたと思うけど、舞台のチケットも販売中ですので、ぜひいっぱい見に来てください。それではまた会いましょう。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ、おやすみ。これからもはいよろしくお願いします。のピース。ありがとうございます。